BSS SDGs。 こんにちは、 BSS SDGs アンバサダーの太田裕樹です。丸山さとみです。この番組では参院で行われている SDGs の取り組みをご紹介します。今回ご紹介するのは野菜です。この野菜が主役、地元 IT 企業が行う SDGs の取り組みを取材してきました。鳥取市にあるアクシス、システム開発などに加え、エネルギーやネットワークインフラなど社会的課題解決を IT を通して推進しています。アクシスでは野菜を通してどんな SDGs の活動をされてるんですか？アクシスの野菜っていうことで、規格外の野菜とか、余剰野菜って言われる、弊社で買い取ってイベント等で販売をするっていうことをやってます。2020年10月にスタートしたアクシスの野菜、契約している生産者から規格外や余ってしまった野菜を買い取り販売しています。この取り組みのきっかけは意外なところからでした。もともとはですね、子ども食堂の支援っていうのはもともと会社でやってたんですけど、お金じゃない何かでこう支援できるものないかっていうことで、考えたのがフードロスの削減とかにもなるし、子ども食堂の支援っていうことにもなるので、じゃあ現物の野菜を寄付したりしたら面白いんじゃないかみたいなことで始めたっていう。アクシスの野菜に野菜を卸す生産者は、もともとアクシスさんはその余った野菜とか、ちっと傷がついたとか、別にさない意見も出させんだけど、そういう考えで販売してますから、それだったらええなと思って、実は飯さん、6年前からボランティアで子ども食堂支援のため野菜作りを行っていました。ボランティアやってますから、するとすれば全部自腹なんです。こうやってどうしようか、干渉かって言った時に、アクシスの野菜を始めるけ協力できませんかっちゅう、これは渡るね船だと思って、少しずつ少しずつ野菜を出し始めて、それで肥料を買ったり、種買ったり、道具買ったり、それでまかね出して、こっちの方が助かってる。野菜が主役となり、さまざまな SDGs につながってますね。素晴らしい。地域全体を巻き込みながら SDGs に取り組むことで、住んでいる人の意識も高まっています。私たちの暮らしがより豊かになっていくことが期待できます。次回は11日土曜日、食材使い切りレシピをご紹介。言うことなす。私は言いたいことだらけなんですけど。